はいどうも、料理のおじさん、リュウジでーす。はい、ということで、今回は、旬のですね、食材を使おうというですね、僕の中の今テーマがありまして、最近ね、カップラーメンとかしかやってなくてですね、油そばとか、なんかね、すごいコメントでですね、リュウジさん、ちょっと悪魔になりすぎですみたいなことを言われまして、ちょっとね、今ね、反省しているところなのでですね。一応僕、料理研究家なので、こういう、野菜とかもね、一応調理できるんですよ。はい。あんまやってないんですけど。ということでですね、ちょっと野菜強化月間というかですね、低糖質、強化月間ということで、ちょっとね、体に優しい、体にいいものをですね、ちょっと美味しいものを摂取していこうということでですね、今回は、この旬のですね、アスパラ。こんなもん作るね、やるとは思ってなかったでしょ。 YouTube でほとんど上げてないから野菜も、できるんです今日はですね、僕が思う世界一美味しいアスパラの食べ方っていうね、これ僕が思うですからね、皆さんはもしかして世界で2番目だったり3番目だったり10番目だったりするかもしれないんですけど、僕が思う世界一美味しい、アスパラの食べ方をちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、それではですね、用意していただくのはアスパラですね。今日ね、ちょっとね、細いアスパラ でしたので、基本ね、僕さ、もうちょっと太いタイプだったら3本使うんですけども、今回ちょっと細いので4本、ちょっと使いたいと思います。でですね、あらかじめ、すいません、ここ、ちょっとさっき切っちゃったんですけども、1センチぐらい切っちゃってます。はい、一番下がちょっと硬いのでね。で、ここから、いかに下処理、していきます。ちょっとね、アスパラっていうのはですね、この茎の部分、下の部分がね、結構硬くいいんですね。で、硬いと言ってもですね、この皮の部分が一番硬いので、ここを剥いてあげると、こう無駄なく食べて、食べることができる。ということでですね、どういうふうにやるかというと、このピーラーでですね、ここをですね、剥いてあげるんですね。大体ですね、下から、4、5センチぐらいですかね、剥いてあげれば、大丈夫です。この青いところですね。青いところ全部剥いてあげてください。はい。こんな感じです。こんな感じで大丈夫です。これで、1個下処理が終わり。はい。これを全てやっていきます。だから、ね、切り落としちゃう方もいるんですが、そうするとね、中身まだ食べれるのにもったいないので、僕はこういうふうに、皮だけ剥いてあげて、こう、余すところなく食べるように、心がけてます。この一手間で、根元の部分も美味しく食べられるので、皆さん、やってみてくださいね。皮むかないでもいいんですけど、むかないとね、結構ゴリッゴリいますね。はい、はい、こんな感じですね。はい、そうしました。下処理し終わったアスパラはこんな感じになります。では、これ焼きなので焼いていきたいと思います。まずですね、フライパンに、オリーブオイル、ほんの少しで大丈夫。これ結構いいダイヤモンドフライパンって言ってね、僕はちょっとコラボしてる、フライパンなんですけど、これすごくね、使いやすいんでね、油がね、本当に少しでいいんですよ、これ。そしたらですね、これ入れます。で、焼いていく感じです。で、ここにですね、お塩パラパラと振っていきます。あとね、胡椒の方もパラパラと振っていきます。で、ちょっとね、このちょっとアスパラ長いんでなかなか難しいんですけど、転がしながら焼いていくんですね。転がし、適当に 両面焼いてください。ほんとじっくり焼いていくようなイメージですね。もうじっくり返せない。あ、そうこんな感じ、こんな感じ。ああ、いいですね。焼き色ついてきましたね、焼き色。通るな、これは。そう。はい、いいや。はい、こんなぐらい、両面焼けましたらですね、僕の焼き方なんですけども、お水をね、大さじ1。蓋。で、蒸し焼きにします。ちょっとごめんなさい、蓋がね、丸い蓋を買ったんですけど、四角い蓋がね、ちょっとどっか行っちゃったので、ちょっと代用品を持ってきましたね。はい、これ、規格が一緒なので、大丈夫です。はい、ということでですね、ちょっと取りました。はい、大体蒸し焼き1分ぐらいですかね。
はい、1分ぐらいやっていただいたらお皿の方にですね持っていきたいと思います。お、いい色に焼けてますね。焼き目をねこう見せる感じで盛り付けていっていただくといいかなと思います。はい、アスパラは仕上がりましたんで、今度それに乗せるですね、目玉焼きを作っていきたいと思います。卵を割り入れます。で、今回はちょっとね形を作りたいんでね、ちょっと寄せます。綺麗な目玉焼きを焼きたいときは一回器に移してから、このこう器に移してからこうポロッとフライパンに寄せると、綺麗な目玉焼きになります。僕は面倒さがしないです。まあ、まずこれぐらい固まってきちゃったらですね、まあ、弱中火ぐらいにしてもらいまして、ここに水を入れちゃいます。焼きました。はい、じゃあですね、まあ、半熟に、仕上げました。はい、こんな感じですね。はい、まあ、簡単麺焼きサニーサイドアップですね。黄身はですね結局崩してしまうのでこれぐらいで大丈夫です。で、こちらをですね、これね、ダイヤモンドフライパンはね全然くっつかないんですよ。だからね、簡単。おお、ほうほう、どうですかこのビジュアル。これでね完成じゃないんですよ。これからですね、粉チーズですね、僕の大好きな粉チーズたっぷりかけてくださいね。たっぷり粉チーズがうまいんでね。はい、粉チーズも最強です。はい、粗挽き黒胡椒、はい、これもたっぷりかけてくださいね。はい、粉チーズと黒胡椒の相性はね すごくいいんですよ、これが。うん、風味付けに、さらにですねオリーブオイルを、少しかけます。これでですね、僕が思うですね世界一美味しい、アスパラの食べ方完成になります。イエイ。はい、ということでですねできましたので早速食べていきたいと思います。合わせるのはですね、今回はハイボール、多分ねワインとかのがいいと思うんですけど、まあちょっと家にワインなかったのでハイボールになりました。はい、皆さんはあの白ワインとかね楽しんでいただければなと思います。いただきます。これね、あの切ってないので、ナイフフォークで食べます。もしまあ食べにくいなとかみんなで食べるってなったら、あのアスパラは事前に切っておいてその上に目玉焼きをかけるっていうスタイルでも大丈夫です。僕はちょっと おしゃれにちょっと、食べてみたいと思います。まあ、旬のアスパラなんで、そのまま粉チーズと一緒に食べてみます。チーズってなんでこんな美味しいんでしょうねこれね。アスパラもですね、あの食感がすごく、あの下になればなるほど、食感が、残ってくるんですけど、これがねすごく美味しいです。やっぱりねオリーブオイル、粉チーズ、あと黒胡椒、これはですね三種の神器ですね。はい、これさえ、集まれば、まあ、大体何でもうまいですね。いや旬の野菜で飲むって幸せだな。でですね、まあ、まだ、ちょっとねさっき仕上げた目玉焼きまだ大事できてないので、こう半熟に、ちゃんと半熟に仕上げたりありますから、これをですねこうですこんな感じで、この黄身をですねなんとですソースにねしてしまうっていうね、料理なので、これをですねアスパラさんと共に食べていきたいと思います。はい、こんな感じです。どうですかこれ、うまそうでしょう、これジャスティス。粉チーズに、胡椒に卵黄、これがですねやっぱりもう極上のソースとなりますね、やっぱね。この国分はですね何者にも代え難いですねこれね。いやこれねほんとうまいんですよこれは。あのまあね元ネタね、これ分かる人は分かると思うんですよ。これねビスマルク風っていうですね、どっかの料理なんですよ。イタリアとかフランスとかだったと思うんですけど、はい、それをですね、そういう食べ方なんですね。これ結構ポピュラーな
食べ方なんですけど、まあ、僕の思う世界一美味しい食べ方はこんな感じかなって感じなんですね。うん、でもこれね、ほんと最高なんでね、まあ、もしあれだったらおしゃれだね、あの朝食に使っていただいてもいいです。パンと一緒にね、パンと一緒に食べたらもうここら辺をちょっとパン食パンと拭っていただいて食べていただくとすごく美味しいと思います。アスパラガスはね、栄養素もすごく豊富なので、卵と食べていただくとね、すごく栄養価の高いお食事にもなりますので、ぜひ作ってみてください。ということで、今回の世界一美味しいアスパラの食べ方、これね、いやこれ世界一美味しいんじゃねえかなと思った。ぜひ高評価とチャンネル登録をですね、ぜひ何卒よろしくお願いします。